100日で 2g 理解する41日目神田伯山さん、タイプ1。図ではここに位置します。テレビではピリピリ感はないんですけども、 YouTube チャンネル、やってらっしゃって、伯山の襲名披露の一連の動画があります。で、このまあ本業のその講談をやってる時のその決起っていう、まあ本当のタイプ1を表現するのにまあすごくいい言葉なのがこの決起っていう感じなんですよね。こうアドレナリンが出てて、この決起迫るっていうか、この血がみなぎってる感じなんですよ。で最後この独特の表情をいつもされるんですけども、これそのドヤ顔で観客にどうだって言ってる感じじゃなくてですね、この自分に対してこのやっできたかなとかいう感じの自問自答してるような感じなんですよね。で、まあ、これすごくタイプ1に独特だと思います。で、妥協なく芸を突き詰める。もう、まあ、聞かれた方は、まあ、すごくよくわかると思うんですが、そういう、講談師ですね。でも、現代のタイプ1らしく、まあ、ラジオ、テレビで大活躍されてますよ。まあ、テレビは正直どうでもいいと、まあ本当にそういうスタンスでやられてると思うんですよね。で、まあ、本当に先ほどの YouTube チャンネルですごくいっぱい動画がありまして、で、襲名披露のこの披露宴とかのところが出てたんですけども、このなんか、全くなんか正気のないこの顔、こういうその襲名披露とか本当苦手なんですよ、タイプ1は。で、まあその、出番というか出てくる前の袖のところで、疲れるな、慣れてないんですよ。人に頭を下げることがもう、笑顔も。このもうセリフ自体もタイプ1ですよね。でもまあ、今のというかタイプ1らしく、まあちゃんとフォローしてて、まあ、こういうのを学んでこなかったんだなということ、こういう時気がつきますねって、まあ自分でフォローっていうかな。こう言葉を補っていて、まあ、一昔前のタイプ1だったらまあここで終わってまあ突っ張ってたんですが、まあ現代人こう現代子らしくまあこういうちゃんとこの本当の自分の気持ちもちゃんとっていうかな、この突っ張らずに自分の素直な気持ちを表現するっていうタイプ1ですよね。で、まあ、これで、芸能評論家の矢野さんっていう方が、おっしゃってるんですけど、YouTube のその動画の中で、まあ、若い頃の男子校を思い出してしょうがないんですよ。若さっていうのを権威に立ち向かう言葉が唯一の権利だと思ってるからって。まあ、この名の通り、まあ、この言葉の通り、まあ、毒を吐きまくってますよね。テレビ、ラジオでは。まとめです。タイプ1の、伯山さん。ストイックに芸を磨き、身軽に普及に尽力されています。